2002年まで用いられていた100ベルギーフラン紙兵の肖像ジェームズ・アンソールは19世紀後半から20世紀前半のベルギーの画家。近代ベルギーを代表する画家の一人。日本ではフランス語発音に基づくアンソールの表記が定着しているが、画家の出身地の言語であるオランダ語での発音はエンソルに近い。ジェームズは英語の名前である。ベルギーで ユーロ導入以前に発行されていた100フラン紙幣に肖像が使用されていた。アンソールは1860年、北海沿岸の海岸リゾート地であるベルギーのオーステンデで生まれた。1877年に首都ブリュッセルの王立美術アカデミーに入学し、1880年に帰郷するが、この3年間を除いて長い生涯のほとんどをオーステンデで過ごした。 オーステンでのアンソールの両親の家は観光客相手の土産物店を営んでおり、貝殻、民芸品、カーニバルの仮面などを商っていた。カーニバルの仮面が後に画家としてのアンソールの重要なモチーフとなったことはよく知られる。アンソールの父はイギリス系の人物で数カ国語を操る教養人であったと言われるが、仕事らしい仕事はしておらず。 土産物店はもっぱら、アンソールの母が切り盛りしていた。長い生涯を独身で通したアンソールは、当時の美術の中心地であったパリとも、無縁のまま、オーステンでの両親の家の屋根裏部屋をアトリエとして、孤独な制作を続けていた。アンソールの画風は19世紀から20世紀の多くの、画家たちの中でも、他に類を見ない個性的なもので、特定の流派に分類することは難しいが、 パウル・クレイ、エミール・ノルデなど多くの著名な画家に影響を与え、また20世紀の主要な美術運動であった、表現主義やシルレアリスムにも影響を与えている、ことから20世紀美術の先駆者として高く評価、されている。アンソールの作品はまた、油彩だけでなく版画の作品にも優れたものが多い。初期には原色を多用した。 独特の色使いによる室内情景や生物画などを描いていた。アンソールの絵に仮面のモチーフが現れるのは1883年の人騒がせな仮面からで、以後のアンソールの作品中の人物は大部分が仮面をつけているように見え、絵を見るものを嘲笑しているようである。印象派の影響を感じさせる赤を多用した華麗な色彩にもかかわらず、 その画面にはどこか死の匂いが漂っている。アンソール・アット・ザ・ハーボニウム1933年1898年から、アンソールは仲間たちとオーステンデのカジノカーセール、オーステンデ等で、バルジュラットモーという仮面舞踏会を開いていた。原作、ジャンブ・コイ、作画、ジャン・フランソワ・シャルルが作られた。 バルジュラット・モーのポスター1903年アンソールは1949年に89歳で没しているが仮面や骸骨をモチーフにした主要な作品は1885年から1895年頃に集中的に描かれている。初期には過断の異端児とされ周囲からの無理解と嘲笑にさらされたアンソールであったが20世紀に入ってから次第に巨匠としての名声が高まり 1929年には男爵に劣せられ、1933年にはフランスのレジオンドヌール勲章を得ている。しかし皮肉なことにアンソールの作品のうち評価が高いものは、ほとんどが1900年以前のもので、20世紀に入って以降の作品はあまり高く評価されていない。現代アーティストルイーズ・ブルジョア作。 ママンとアンソールの墓のあるにあるマリアケル家の聖母教会、アンソールの墓を守るように真上に立つ、ママンオーステンデにある、生前のアンソールの家の美術館、アンソールミュージアムベルギーの芸術家、ウィリー・ボシム作、ジェームズ・アンソールの肖像を2013年、クライス、エントリー・イン・トゥー、ブリュッセル・イン1889仮面に囲まれた自画像。ありがとうございます。